アレックス・ロスはアメリカ人のアメリカンコミックス作家。作画家や脚本家としてのロスのスタイルはノーマン・ロックウェルやジョージ・ペレスの影響を受けていると言われており、コミックのアートを写実的に描くことで高く評価されている。しかし、ロスは非常に地質であるため、主にカバーアーティストとして活動することが多い。アレックス・ロスはオレゴン州ポートランドで生まれ、 テキサス州ラボックで育つ。大学卒業後、ロスは広告代理店でストーリーボードのアーティストとして就職した。ロスの最初に出版されたコミックは、ロンフォルティエによって書かれ、ナウコミックスによって出版された1990年の前後号のミニシリーズ、ターミネーター、ザ・バーニング・アースであった。ロスはこのシリーズでペンシルから彩色まで全てを担当した。 彼は、その後数年間の様々なタイトルで、同様の作業を行った。1993年に DC コミックスの、スーパーマン、ドゥームズデイビヨンドの、カバーアートを手掛けた。1996年には、作家のマークウェイドと一緒に、ミニシリーズ、キングダムカムの原案とアートを務めた。キングダムカムではスーパーマンをはじめとする、時代遅れとされた古典的なスーパーヒーローと、 新世代のアンチヒーローの対決、その様子を無力な一般市民である、第三者の視点を交えて描いている。この作品で、リデザインされたスーパーマンは75周年の記念動画でも取り上げられ、キャラクターの長い歴史の中で重要な存在となった。2000年初頭に、作家のジム・クルーガーと一緒に、ロスは、マーベルのリミテッドシリーズ、アース X、Universe ・ユニバース X、 パラダイス X の三部作のライターを務め、アートも手掛けた。エムナイト・シャマランによる映画、アンブレーカブルが2001年にビデオでリリースされた時、DVD にはロスのオリジナルアートと映画のボーナスコンテンツとして、スーパーヒーローに関するロスによる解説が追加された。2001年、ロスは2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ事件で、救急車、 警察、消防士などの肖像画を含む家族の恩恵を受ける特別コミックを手掛けたことで高く評価された。また TV ガイドでテレビドラマ、ヤング・スーパーマンの出演者であるトム・ウェリング、クリスティン・クルック、マイケル・ローゼンバウムの表紙を手掛けた。ロスは2002年初頭に2002年アカデミー賞のプロモーションポスターをデザインした。ロスはアントラックスのアルバム、We've Come For y ミュージック・オブ・マス・デストラクション、ワーシップ・ミュージック、ホー・オール・キングスのカバーアートをデザインした。2005年にエディ・ビジョンから販売されたアニメ、科学忍者隊、ガッチャマンの DVD のカバーアートを手掛けた。DC コミックス・アメリカズ、ベストコミックス・ダイナマイト、エンターテインメント・マーベル・コミックス・他の出版社。ありがとうございます。